スプレーアートエデンのめちゃんとあやちゃんです。今日はね、フィリピン来ててね、そうだね、スプレーの画材を探しに行きます。まずね、やっぱどこの国行ってもね、画材探しから始まるから、そう、それがね、結構大変。ネットにも載ってないから、情報が、まあ、とりあえずもう口コミでどんどん行きます。うん、 OK、レッツゴー。はい、僕は日本でスプレーで木を描くときに描いてる全く同じものです。これ変えればもう俺結構絵が出るよ。なんか描けないね、これじゃ。でもホームセンターだね。ホームセンター、めっちゃいい。ホームセンターで踊ってみた。チャラーン、チャラーン。あったー、いっぱいある。しかもアメリカのもある。これね、使ったことないけど、みんなね、スプレーアートやってるアメリカの人はこれ使ってる。これね、オーストラリアにあった。これやばいやつ、マジ。あ、値段でも一緒だね。一緒というか、ちょっと高いぐらい。日本と同じぐらいだね。あ、違うな。違う？大丈夫か。いいやつ？いいやつかわかんないけど。あとは、紙と、いろいろね、道具。スプレーとブルーシートみたいな、下に引いて汚れないようにするやつと、ライター、ライター、あとお茶碗と紙、紙、ペーパー。ちょっと開けていい？いいね、絶対大丈夫、絶対大丈夫。こんなにツルツルの紙で描くんだ。薄いね。